続いてアウェー東京ヴェルディの予想フォーメーションです。4バックと予想していますが、まあ、これまでの試合を見ていても3バックになったり、まあ、甲府からしたら非常につかみにくいポジショニングを取るんですよね。右からファーサイドヘディングシュート、マテウス弾いている、クロスを入れる、ファーサイドシュート、これはディフェンス1枚入ったか、しっかりディフェンスがシュートコース入りましたよね。福村ですよね、ここの左足キックからヘディングシュート決めています。藤田落としたボール、どうだ、必死のディフェンスはヴェルディ、ここの後ですよね。しっかり井上も体張ってましたし、松橋も体張ってましたしってね、こういうところが先のこのヴェルディのこうなんですかね、献身性というかね、ディフェンス面での安定っていうのにつながってるのかなと。武田中に入れてシュート、弾いたマテウス、いやマテウスのやはりシュートストップ力っていうのは非常に高いですよね。でどこかで狙いに行くんですよね、ここはね。さあ中に入れてシュートを放った、川田弾いて詰めていったんですが、ここで一気にギア上げましたよね。井出からここでね、井上ですかね、前が空くと見るや自分で仕掛けて、バンフォーレ甲府対東京ヴェルディの一戦、0対0で現在ハーフタイムを迎えています。後ろに落として左、山下スペースに走っていきます。中には井上もいますが、抜け出して中に出た、シュート、ポストの左、森田を見てね、でシュートを打ってくださいっていうボールを上げたんですけどもね、若干ずれてましたかね。さあボールを奪った東京ヴェルディ、ここで今度は右の位置、山下快速を通します。山下が切り込んでクロスが入る、ファーサイドから切り返してシュート、やはりこの山下の突破スペースを与えてしまうと、このようにクロスからシュートまで持ってきますからね、ヴェルディとしてはこういうプレーを多くしていきたいですよね。今津、藤田、ジョエル、チマ、もう一度藤田が、さあスルーパス入って奥も深い位置からシュートを放った、いやクロスか、残り時間わずかです。中に入れて佐藤、外に預ける、シュートを放ったが、これはゴールキーパー正面、少しパワーが伝わらなかったですかね、今のシュートね。ドゥドゥ右足クロス入れてファーサイド折り返し、マテウス弾いた、ドゥドゥの高速クロスだったんですけど、23節0対0で試合を終えています。